ということで今日のマンブリパート2ということでね、お送りしたいと思います。最終ホール。本日のマンブリコーナーやりたいと思います。とにかくマンブリするっていう、スコアとか関係ないっていうね、とにかく気持ちよく振るっていう要素で一つ、やるポイントとしてヒールアップ、左足をテイクバックで浮かすヒールアップをして、より体が右に入りやすくしてあげるっていうね。どこ飛んでもいいよってぐらいちょっと振ってみたいと思います。足も一足分いつもより広く、まあちょっと右ですけど、なんか気持ちいいっていう、ただそれだけですね。ということで今日のマンブリパート2ということでね、お送りしたいと思います。最終ホール。今日も一日いろいろありましたけど、気持ちよく振って帰りたいっていうね、皆さんにお届けしたいと思います。先ほどちょっとヒールアップの話をしたと思うんですけど、より深い捻転体重移動したい場合はこの左膝が内側に、こういうねヒールアップ、内側に入れるっていうヒールアップです。412ヤードパー4。よりスタンスも広くして、ヒールアップ、ヒールアップ。すごい。ということで OB。はい、ということで今日のマンブリパート3ということでね。もう失うものはありませんので、もう一回マンブリ、ちょっと今下から降りすぎたんで、下から降りすぎないように、これはいいとこに行きました。強い、ナイス。ピンが奥で残り120なんで290から300くらい飛びましたね。セカンドショットじゃない、第4打目。いけません。あのワンブリすると OB になるので、ワンブリやめましょう。